えー、六本木か麻布十番あたりで中古マンションの購入を考えています。参加値などどう思いますか今後価格は下がると思いますか六本木麻布十番であればあの、基本的には大丈夫だと思います。ただ、あの結局、そのマンションって、あのまあ、30年持つか50年持つかって、その管理体制と積立金によるんですよねその。割と金持ちがいっぱい住んでるマンションであれば、ちゃんと積立をしているので、大規模修繕工事とかも可能なんですよね。 要はその30年経った場合って配管変えたりとか外壁変えたりとかって結構お金がかかるんですよ。で、そこの積み立てがちゃんとしてあるところであれば何の問題もなく、まあ金はあるんで工事できるんですけど、積み立て金足りない場合って積むんですよ、マンション。要はその配管をもう工事しないと、 これ、水流れなくなるよねと。でも、それに1億円かかりますって言ったら、いやいや、そんな金ねえし、もう、罪なんですよ。終了って。で、その、金がなくて修繕できないマンションって分かると、金のある人から早く逃げてくんですよ。要は、その、例えば、じゃあ自分が3000万円で買いましたと。で、あ、これも修繕不能だわと。 で、じゃあ、1500万円だったら買うっていう人いるんだったら、もう1500万円損だけど、もうこんな水も出てこないような、要はあの、なんか蛇口開けると茶色い水が出るようなとか住みたくねえから、1500万損しても売るわって言って、1500万で売るじゃないですか。そうすると、そのマンションの価格自体がどんどん下がっていくるんですよ。要は、みんな3000万円で買ったから3000万円で売りたいってなってるんだけど、1500万円で売れたっていう例が出ると、これ1500万円じゃんっていうので、価格はどんどん下がるんですよね。 で、そうなると、あ、あそこは1500万円で売るってことはやべえマンションだなってバレるんですよ。要はその積立金がいけるぐらいとかって、買う人そこまで調べない人が多いんで、なんとなく買っちゃうんですけど、これ明らかに低いのおかしいよねってなって、で、叩き売りが始まるんですよ。 もう1500万円で売れたってことは、1500万円でも買わないから、次1300万円でどうみたいになるかもしれないし、で、その、じゃあ、もともと3000万円のマンションを1300万,万円で買う人って、頭が悪くて金のない人なんですよ。だってさ、調べたら、修繕できないから価格が下がるってことが分かるわけじゃん。なので、これはやべえって言って、金に余裕がある人は買わないんですよ。 でも、金に余裕がなくて、その、六本木とか、あの、麻布十番に住みたいっていうだけで、1 3万円の買った人って、じゃあ、積立金払えるかっていうと、金がないから払えないんですよ。なので、結局、積立金の額は増えないままで、おいおいどうするんだよ、これって言って、今度貧乏な人ばっかりがどんどん増えてって、で、らにもうどうしようもなくなって、廃墟になるっていうパターンになると思うので、あの、要は、修繕計画がどうなってるかってすげえ重要なんで、気をつけて調べてみてください。